皆さん毎度どうも、ズッキンでございます。おちこさんでございます。私たちただいまどこに出ますか、おちこさん。米原駅。米原駅、そうなんでございます。突然の米原駅、米原までやってまいりました。今日はですね、まあわざわざ来たというよりかはちょっとこっちに用事があったので、ついでに米原駅にやってきたという感じなんですが、米原といえば新幹線がやってくる駅でございます。そこにも今止まってますね。しかも、のぞみは通過するということで、本日やる企画は果たしておちこさんはのぞみの通過をきれいに取れるのか、あのスピードについていけるのかということで。いけるやろ。ちょっとそれに挑戦していただきたいと思います。まあちょっと久々に新幹線が見たいっていうのが本音なんですけど、さあそれでは早速中に入ってみたいと思います。ではでは本日もよろしくお願いいたします。お願いします。やっとるで。のぞみやのぞみや、かかってこいや、とっとるで。取れんのか。きれいにとっとるで。入ってみよう。お、そうかい。さすがに新幹線停車駅ともなるとでかいな。深い深い。まあまあこんな上がる必要はあるの、さあ上がってまいりました。結構広いな。なあ、広いっていうかでかい。でかい。新幹線の乗り場って感じやな。どういうことよこれ。新幹線見るより近鉄の方が高い。どないなって。さあ、どっち方面がええかな。これさやけど。おわっちゃう。どう考えても、名古屋東京方面の方がズバッと来んのちゃうかな。この米原越えたら、ちょっとそこでカーブするから、まあ一回東京方面に、長くるな。これは止まる。これ止まる。小玉は確定やから。光があれ。そんないつの話よ。光でないの。光あるよ。まあ分かりやすい言うたら、こだまが9個確定、で光が9個、ほんでのぞみが特急って感じね。近鉄で言うたら止まらへんのがのぞみ。のぞみで多分、光も止まるのも止まんのもあったり止まらへんのもあったりちゃう。ホームが長い。母よは、来た来た来たで。ほら来たで。ちょっと止まってみようかな。これはこだまやから。止まりよるな。長いな。もしもし。電話みたい。長い。しかもたまたまやけど、俺も知らんかったけど、この米原駅、俺の好きなカーブホームや。
ということは、これ、あ、でもこっちの方がかっこいいかな。向こうの方が、こっちの方、おー、来た、おー、来た、一気に来た、おい、あ、いない、はや、おー、はや、はや、はや、ちょっと怖いわ、はや、こだまに木取られとったらめちゃめちゃ早いやん。取れたんか。今取れた、取れた、取れた、ズワッときたらこれだから、これがおるいうことは、これがおるいうことは、こっちも来る可能性があるな。もうあんまり行ってもこれ取れへんな。ここら辺がええかな。うわ、長っ、長いな。え、これ一両が長い？一両もでかい。だいぶ長い。16両編成。N700A。よし、一遍ちょっとお地蔵さんに変わってみよう。ついていかなかい。ついてアップ、アップでついていかなかい。難しいな。めちゃめちゃ早い。取れたんちゃう、取れたんちゃう、取れたんちゃう、ちっちゃい、なんか知らんけど、ちっちゃい、アップ、最後アップでバッとついていってくれやな。え、だんだんアップにしていくってこと？なんか こっちから来る、大阪方面から来るやつはこれ、今こっち向いてる方が大阪やから、大阪から来たやつはアップで捉えて引いてきて、あー、ボケた、ボケた、あー、ボケた、ボケた、ボケた、スピードについていかれへんね。いやー、全然あかんわ。急に来た。静かやから分からへんな。うわあ、つらか、ついていかれへん。え？ついていかれへん。アップでついていかない、ついていかれへんかった。もうすぐ向こう行こう。早っ、早っ、あら、早い、あかん、もう流し取りは全然できへん。久々に新幹線もおもろいな。うん、今向いてる方が東京方面ね。こっち？うん、あ、そうなん？え？そっちが東京方面の、うん、逆かな、思ってた。なんでそんな逆ばっかり。わかれ。どっちや？これはもう止まるからゆっくり来る。これ？こっち？お、え？貨物、貨物。先頭。先頭だけ？先頭だけやった。機関車だけやった。桃太郎だけやった。トーマスちゃうの？これでちょっとコツをつかんといて、来た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 、え、え、え、おおお、すごい、リゴゾーン、
これは通りやすい。うん、これはな。かっこええな。通過列車もほぼ無音で近づいてくるから、ああ分かれへん、怖いな。長い。これだから反対側から来るいうことやな。逆、うん、大阪方面からな、うん、これが止まったいうことは、電車が遅すぎてな、新幹線は無理っぽい。iPhone で撮っときよ。もう一撃で仕留めやと無理よ。一撃必殺や。どうするんじゃ。いったんじゃ。うん、取れたんちゃう。ええ感じか、慣れてきた。取れてきたんちゃう。多分ええ感じに取れてるで、今のは。ほんまか。え？ほんまか。え、ほんまや。これちょうどええところで影になるな、これ顔が。ああ。失敗か。ちょっとアップにしすぎた。お、え、白鷺が来た。後ろ後ろ。これも昔、昔いうかちょっと前までは金沢まで行っとったんやけど、うん、今は敦賀で止まるようになってしまって。興味あるん、これは。白鷺は曇ってるから、これ窓えらい曇ってる。どっちかやったらあれなんやな、うん、俺もそうやねんけど、うん、まあ、見てる人も、うん、うち近鉄好きな人多いや、うん、で私鉄が好きな人って、うん、あんま新幹線興味ない、うん、見てや。だからあんま長くこの動画をやると、うん、みんな飽きてしまうから最後まで見てや。お願いやで、おちこのお願いやでな。寒い寒い気持ち悪い。これ多分もう光が来るんじゃん、光来たらもう何にも撮られへんで。あ、そうなん。だってこうカフェになるから。あ、そういうこと。まもなく11番線に11時53分発光637号新大阪行き
が到着いたします。黄色いベンチブロックの内側までお下がりください。自由席は1号車から5号車です。この電車は途中京都に停まります。そう、カメラ開かへん。非常に難しいな。そしておじぼさんそろそろ飽きてきてんのなんで、眠たなってきてんのなんでわかるん、なんでわかるん。もう顔見たらわかる。開いとるな。今のは良かったんちゃうかな。良 かったような気するわ。いけたんか。うん、バッチリやで。同じのしか来えへんからあれやな。飽きてきてんじゃん。分かった。しかもそろそろ新幹線のスピードも新鮮味を変えて、いや慣れてきたからな。さあというわけで本日はおちぼさん新幹線を取るの巻初チャレンジでした。どうやった？早いな。最初怖かったけどな、速さにびっくりしてな。まあ途中からもう慣れてしもて、なんか同じ電車ばっかり来るとそういうことまあ俺もどんな感じで撮ってとか 何も言うてへんから見てびっくりせな感じ。どんな感じに仕上がってんのか今視聴者の皆さんはもう見た後やけど俺はまだ見る前やから今ドキドキしておりますが、使い物ならわって言われてるかもしれへん。まあさてどんな感じに仕上がっているのやらまあまあ、たまには新幹線でいいな。今度はどう、
たいな。さあというわけで、この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録並びに高評価の方もよろしくお願いいたします。お願いします。では次の動画でまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。取れたか取れた取れ絶対取れてるって。でも、うん、バッチリやって。これは帰ってからのお楽しみドキドキもんや